まっちゅんさんこんばんは、なこさこんばんは、こんばんは、つーさんこんばんは。ね、こんばんは。あ、ちょ、泣いてない、泣いてないです、泣いてない。ただなんだろう、この今続けて発表されてる子たち、みんななんだろう、知ってたって言ったらあれだけど、なんか聞いてはいたから、なんかなんだろう、全部人最後なのかなって思いながらいろいろ生活してた。なんか下北沢が2日ぶり、確かに。来た、ライオさんこんばんは。聞いてた聞いてた聞いてた、知ってた、聞いてた。うん、でもなんて言うんだろう、なんか悩んでるのもずっと聞いてた。悩んでる、そんな、あの、そんな悩みじゃない、そういう悩みじゃなくて、どうしようかなっていう、なんかそう。森聖子は、森聖子はやめへんよねやめへんよね、わかんないよわかんないよ。事前に軍団長って何軍団長、報告、報告とかそういう感じではない、なんか普通にご飯行った流れでとか、何気ない、本当にふんな改まって実はみたいな感じじゃなくて、本当に普段の会話の流れでみたいな。こんばんは。言えない状況だ。でもなんか全然そんな、なんかいざ、あ、なんか、あ、なんか、なんだろう、ああやって公式で発表されたら辛いなって感じだけど、まあでもなんかカスミンの時にも言ったように、なんか定期的にリエチはね、その埼玉とはいえ、なんかわかんないよ、リエチが今後そのどうするかまではあんまわかんないけど、あのなんだっけ、なんか定期的に会う気がする、私的には多分。ただすごい楽屋とかにいない寂しさはすごいんだと思う。こんばんは、今回ありがとう、なっちゃう、ここで発表、まあ人生それぞれ、リエチ、リエチは知らなかったって言ってた。まあね、そんな、なんか多分そんな全員が全員知ってるっていうあれじゃないと、状況じゃなく、だからすごいびっくりしたと思う。びっくりした、なんかそれ、なんか知ってるマウント取ってるみたいで嫌だな。なんか普通に今月会うあれが多かったから、そう、その流れで。森瀬さんは全力すぐす本当に押せるうちに押しついた方がいいよ、押しは。でも思うの、最近なんかこうやってあのメール送ったと思うんですけど、モバメね、メール送った方は見たと思うんですけど、なんか取り残されるぐらいだったら取り残して、なんか寂しいっていう気持ちをこのまま感じるのであれば、早めに自分も去りたいみたいなそう。でもさ、私あの大前提としてスティーフォーって言うと私は好きだからでね、
それぞれ自分も考えね。こんばんは。みんなお台場楽しそうだったのにね。それはね、そこそんなね、でもみんなすごい悩みに悩んで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 の決断だったと思う。そんなあやめようみたいな感じの軽い決断じゃないと思うから、そうすっごい勇気がいったと思う、このその決断をするっていうことに対して。こんばんは、こんばんは。25日ね、まあ芸能界自体が生き残る、まあ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 ね。まあね、まだやめる子いそうで怖いよ。やめる、まだやめる子いそうで怖いよ。どうなんだろうね、私は分かんない。なんとも言えないとか言って、なんとも言えないは違うか、分かんない。あ、でもそれぞれみんなね。でもなんか次に行く子たちが羨ましいなーって思いつつも、さ、すごくない？次の夢を見つけたからここをさ、される去る決断ができるわけじゃん。そうだからなんか、ああみたいな、なんか羨ましい気持ちもありつつ、なんかいろいろ、しかも仲いいから余計だよね。なんか今日もしない、やだ、すっぴんでしたくないんですけど、私さすがに、さすがに、さすがに、さすがにしたくないかも、すっぴんでは。すっぴんではしないから、みんなすっぴんで配信したら、あの、さして、あの、あ、違うなって。りあちゃんそう言っても言ってた。まあそれね、わかんないけどね、ファンが多いはず。そうだよね、そんなこと言わないで。さやまっちさんありがとう。 STU が好きって聞けて、そう STU が好きだから。でもみんな好きだと思うの、やめる子たちもみんな好きだと思う。嫌いになってからやめるとかじゃないから、みんなただ単にここでの活動は区切りをつけて、次の新しいやりたいことを見つけたとか、ここを去ってまでも、なんだろう、やりたいことを、なんか叶えたいことが見つかったから、こうなんだろう、決断できたわけで、っていうか嫌いになったからとか、そんなんじゃないから、みんな話聞く限りね。そう、私が知ってる、あの、このそうは、でもただ寂しい。昨日も深夜にずっとリエチと LINE してて、そう、あーって、そうね、あと20年でいいから行ってこない。ひだ、そうなの、ひだひだね、早く、そう、あと5年は頑張ってほしいです。ほんとに？じゃあメイクバッチリの配信の時は要注意？え、かもしれない、かもしれない、かもしれない。絶対、なんかわかんないけど、でも私的にはね、なんかショールームで発表したくないなっていう。私のね、あれね、願望というか。でもまあ、それが活動自体になるのか卒業っていうその言い方になるのか、まあ正規か正規じゃないか、まあこのね、このあれで決まると思うんですけど、なんか、まあ分かんない、なんか先のことは。草田さん、すっぽんぽんで見てすまんだって、やばい、おもろいんだけど。いいよ、すっぽんぽんで見て、だって熱くない？こんばんは。若い子は今からの大学とか未来があるけど、ヒーヒーはもう STU しかない。何その言い方、私たちが年取ってるみたいな。私たちもまだ未来あるから。未来あるから。まあでも、
まあでもそうだよね、その十何歳たちの子に比べたらそうなんだよね。確かにそうなんですよ。ただなんかなんだろう、まあ何歳からでも、まあ、できしたいできると思うので、いろいろね。卒業メンバーのコメント見るけど STA に入って、うん、そうだから、あの STA が嫌いだからとかじゃない気がする、ない気がするじゃない、じゃないよ。だしなんか STA なんか何があるんだみたいな、やばいじゃんみたいな、なんか全然その皆さんが思ってるほど多分やばくない、やばくないというか、たまたまこの時期に3期生がダダダンといなくなっちゃったとか、発表たまたま重なっただけって考えたらいいのかな。なんかなんかがあって、なんかやめるかやめないかの話し合いがあってやめるとかじゃなくってそう、たま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 っていう言い方があってもいいのか分かんないけど、この本当にその皆さんが考えるような、なんだろう、なんかやらかしたこと、やらかしたとか、なんか内部がやばいとかそんなんじゃないけど、そんなんじゃない、私は普通にあの伸び伸びと活動さ、伸び伸びとというか活動させてもらってるし、その親身になってマネージャーさんも聞いてくれるし、話もだから別になんか、そうヒョナさんに顔を覚えてもらえます、ひそかに会うんだ、結婚しますとかやめてくださいね結婚します、やばい結婚します、結婚します、結婚しますで、ね、やめるのはやばくない、それさ、お前嫌か、ファンの方からしたら、あの実は今日報告があってとか言って、結婚することになったんですありがとう、いろいろ最後までよろしく頼みます、みんなも、てかなんかなんだろう、会えるうちに会ってあげてください、イモース、あ、イモース見てくださった方ありがとうございましたありがけ、ありがけひたん、確かにね、クササさん待ってるね、てか25日さ何の髪型しようかな、ひーたん若いよ、いや本当に若いよ、ひめな、もう22歳になっちゃうけど、あと5日後、うーん確かにね、ファン、あレベル公演を見るのも誰か泣いてなんかチェックしててか25日の僕の太陽公演かな、もうすごい気がする、かすみんは最後でしょ、だってかすみんは最後でリーチも発表して、リーチっていつまでか発表されたのかな、うん、騒ぐ、まあ騒ぐというか森瀬一家のおかげで引いてましたそう今日ってか、なんかおばあちゃんがね、おばあちゃんに話したの、今日おばあちゃんと会って、そでなんか真相を聞いたの、本当に素直な男たちねって言ったのって、そう、そしたらめっちゃ覚えてて、おばあちゃんももうだって、うん、そしたらおばあちゃんも言ったみたいなあ、そうでクラッシーさんのことか分かんないけど、なんかすごい話したファンの方がいるみたいな、すごい話したファンの方がいるっていうおばあちゃんが話してて、そうなんか写真見せてもらったみたいな、徳島公演の時のカメコで
そうで、その話の流れで、あんななんかみんなペンライト振ってたのにカメコタイムみたいになったらみんなさっとカメラ持ち替えて、もうあんなところは素直な男たちじゃないといけないわよみたいな素直な男たちじゃないといけないわよみたいなこと言ってたよ。まずあんな会場もう何、ね、まず あんな場にも素直な男たちじゃないといけないみたいな、ほんずっと素直な男たちって言ってたよ素直な男たちだわ本当にみたいな。でおじいちゃんで、姫野がおじいちゃんが、おじいちゃんも亡くなっちゃってるんですよ。おじいちゃんもいなくって、なんかこんなすごい暗い話、あのおじいちゃんいな亡くなっちゃってもういないんですけど、この世には。そうで、なんかおじいちゃん来てたら、もおじいちゃんもし生きてたら、なんかじいちゃん生きてたらじいちゃんもコールしてるかねみたいな話をした時に、なんか絶対せんみたいなうちのおじいちゃんは絶対せんみたいな、そうじいさんは絶対せんみたいなこと言ってた。だから皆さんはあのそう素直の、うちのおじいちゃんは素直じゃないから、そうただファンの皆さんは素直らしいです。素直じゃないとああいう現場にはいけないみたいな。誰よりも一緒に入りたかったもんね。入りたかった、入りたかった、入りたかったからこその、はい、なんかギャップはすごい。確か私が今までなんか見てきた STU、 なんだろう、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、なんかやっぱりキラキラな部分は見せてもらってたんだなみたいな。意味深とかじゃないよ、意味深なこと、意味深なことを言ったとか言わな思わないでね。その普通にそのあの私がファン時代の時ね、普通にキラキラ、あのなんだろう、した ST48 を見させてもらってたから。結婚してましたそう結婚、そうありがとう新一さん、しばらく見ないうちに嬉しそう、本当にありがとう。八百屋のロケが面白かったひなさん、ひなさん、やひなさんのやつね。そうねえ、ね、涙よく3回目のヒータンプラスに。どういうこと。こんばんは、お兄ちゃんこんばんは。ナーミョンもね、そうでもナーミョンもね体調が、25日はリーチのためにもう前回、いやー時間が経ちすぎて、前回から前回から、おじいちゃん誰推しになるんやろう。いやいや姫野でしょ姫野でしょ。素直な男たち、やはやさんこんばんは、どんだりさん、神田健さん、殺したりすぎる可愛いものだ、うーんどうなんだろうね。守護霊になってコールしてるよきっと。無理、感動する感動する。でもね姫野ね、運がいいのマジで、生きてて自分って運がいいの、まあ生まれた時からなんだけど本当にね、自分で何言ってんだって思うかもしれないけど、本当に姫野って運がいいの。なんか知らないけど、ほらなんか言ってきたら、今までそのスマホの話とか、なんか人生運がいいの。私おじいちゃんのおかげな気がするんだよね。おじいちゃんが守ってくれてる気がする、なんかいろいろ、なんかダメなことから、ダメなことってか悪いことから、悪いことなんかわかんない。マジ姫野のおじいちゃん天国でも強そうだもん。今もうどうすんじゃないかかりやすいね。わらび町さんこんばんは。あそう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 、多分そうだと思う。一時生も元気なら夢力でガチ恋、ちょっと待って本当にそんなおじいちゃんじゃないんだけどね。結構いやでもね、優しいおじいちゃんだった。マジで優しかった、本当に優しい。今も全然実感はない。なんかずっと入院してたから、そうなんか病院に行けばまだ会えるんじゃないかみたいな。ゆうさんこんばんは。そりゃねキラキラして、そうそうなんですよ。
あ、そうなんで、そうで、妹、そうな、そうなんですよ。てか、なんか妹のこの前のあのひなさん後継者、ひなさん後継者みたいなやつは、あれなんか私はあのネタ枠だったらしい。ネタ枠って言うとあれだけど、なんかありえないだろうみたいな、あれはなんかあざといキャラの子たちが割と集められたというか、あり集められたというか、その呼ばれたというかそう3期生の中でもなんだろう、あざといなんて言えばいいんだろう、なんかそうで、なんかその企画を初めて知った、知らなかったのね。その企画を知った時に、その当日に、え、なんで私なんですかみたいな、ひなさんと真逆ですよって言ったら、え、だからその真逆な子がいても面白いなっていう枠みたいな、ん、枠っていうか、なんだろう、普段いや逆だからこその枠みたいな感じで言われて、ああみたいな、あ、やっぱそうですかみたいな。ヒータの滝の時に思ったより厳しい、そう思ったより厳しい世界だって言った。団長もラスト配信ではセクシーにチンジャオロースって言ってね。そう、ナオミが昨日言ってたね。悪いことあっても忘れるんだよ。あ、それはあるかも。悪いことあっても忘れるんだよね。てか悪いことにしないんだよね、それを私の中で。元気もいません。落ちたんだ。そう、そうなんだ。ひたん、ワンちゃん枠面白かったおおないそう、ひめなちゃんのひよちゃん、え、いや本当に私さ、あれウサギが来ると思ったの。そしたらひなさんなわけじゃんもう本当にちょっと面白いので見てください、皆さん。妹、そう本当に面白かった。でもめっちゃ大変だった。私さ、だって 4番目だったのね。これ言ったら、そのまだ見てない方は申し訳ないんだけど、そのアフレコがね4番目だったんですよ。でみんなさ、ウサギの動画が続くわけじゃん。でも私の中ではいろいろできてたの。なんかもうウサギが言うようなこと、なんかそう、なんかあ、こうなって、あ、あれ言おうみたいな、もう4番目だし考える時間がめちゃくちゃあったから、ウサギの気持ちになりきって、クシュちゃんかな、クシュちゃんの気持ちになりきって私はやってたんですよ。あ、考えてたんですよ。そしたらさ、いきなりさ、もうあれじゃん、練習とかもなしで、あのそう、練習とかもなしでいきなりひなさんの動画が出てきて、ちょっと待って、クシュちゃんじゃないみたいな、そうびっくりしましたね。やっぱそうなんですよ。でも意外と本当にわかんない、演技力ウニがいっちゃう。またバラエティ、じゃこきっちさん元気もありません、またバラエティね、呼ばれますように。そんな、でも難しかった、あれは面白かった、嬉しい、じゃこきっちさんありがとう。いや、ちょっと一番いや本当になんかもう申し訳なくなった。もうあの後、あの収録が終わって、妹さんのめちゃくちゃ謝った、もう本当に一日すいませんでしたみたいな。なんかさ、そう、私がやることによって、そういうゆいなとかはすごいなんか、まあざといのがうまいから、すごいなんか、なんかなんだろう、おかしくないというか違和感ないというか、もう私が言ったらなんかバカにしてるようにしか見えなかったらどうしようと思って、ひなさんファンに怒られちゃうと思いながらも、まああの時はやって、そう、もう終わった後に本当にすいませんって、もう一日すいませんみたいな、もうバカにしてるわけじゃなくてみたいな、どうせなかった、妹めっちゃありがとうございます。面白いね、でも面白かった。私もまあ、いや見えなかったことに後悔、もう見れないのかな。てかなんか最後のスイーツ屋さんあったかな、まだあの収録どれぐらい前だったの、どれぐらい前だった、どれぐらい前だった、でもいつなんだろう、いつぐらいだったんだろう、あれちょうどいいぐらいの季節の時わからんかな、え、いつぐらいの季節、あれいつぐらいの前だったかな、ね、4月かな、4月ぐらい、わかんない、なんかめちゃくちゃ気温とかもちょうどいいぐらいの時期
久しぶり引いた。ひなちゃんからの受け継ぐとしたら写真集の仕事、写真集の仕事。ひなさんのね写真集可愛いよね。ちょうどいいぐらい、違う、ちょうどいいぐらいの季節だった気がするんだよね。そう、なんかめっちゃ本当にちょうどいいぐらいの季節適当とかじゃなくって、何月だったっけな。でも肉フェスよりは前なんだよね多分、確実に。そう、正解なんだね。ひなさんのファンとひめのファン全く被ってなさそうです。いや本当に、いや本当に、もう本当に申し訳ないぐらいね。そう、しかもなんかひなさんめっちゃいい匂いした一日。てかひなさん、うん、めっちゃいい匂いした。コーラスの後はコーラスダジャレです。ちょっと待ってどうした急に。コーラスの後はコーラスいいと思いますいいと思いますいいと思います。コーラスの後はコーラスって、てかもう髪切りたい、熱くて熱くて髪切りたい。切らないけど、切らないけどね、絶対切らないんだけど、めっちゃ切りたい髪の毛。一回結構高めのツインして配信してた頃だと思う。あ、そうだと思う。あ、その時だよ多分。それ収録の後だったんだよね多分。そのあれをしたのが。そう。イシさんこんばんは。ひな、ひな、うん、ひなさん確かにね。あわにくん、ひたん。ごめん、もともとピアスのファンです。え？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 なんで？クーさんこんばんは。吉メンバーの吉メンバーって逆にキャラは違う人が好きになるけど、あ、そうなの？本当に？ショーとか、いや私多分やめる、やめたら切ると思う。てかさ、これ言ったっけ、言ってないか、言ったっけ、これ私が配信して言ったか言ってないかわかんないんだけど、マジで思ってないよ。ほんとこれ一個モバメに送ったんですけど、あのね、ここ最近続けて、あの森かすみさんに恐れ多いですよ。めちゃくちゃ本当にもうまんざらでもなさそうなとか言わないよね絶対。まんざらでもなさそうとかじゃなくって本当に思ってないから、私は。ただあの私はもうめちゃくちゃ嬉しいの。なんかあのね、あのね、もう森かすみさんにね、私がもう本当にロールモデルとしてる、ロールモデルというか、あの本当に尊敬、尊敬というかもう大好きな森かすみさんに、なんか似てるねというか、似てるね、似てるねじゃないんですけど、なんかこの前の黒フェスの時になんかヘアメイクさんが森かすみさんを担当したことあるみたいな、なんか森かすみさんのヘアメイクをしたことある方で、そうね、私は別に好きとか言ってないんですよ。で携帯のロック画面も今森かすみさんなんですけど見せてないんですよ別に。そうで、なんかお願いしますって座って、なんかすごいお話ししてくれるヘアメイクさんで、なんかあれだよねみたいなこと言われて、アナウンサーのって言われた時に、私は森かすみさんですかって自分から言って、そうで、森かすみ、あ、そう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 、似てるねって言われて、えー、みたいな、えー、嬉しいみたいなこと話をして、で、なんか、私、一回、ヘアメイクで、そう、やったことがあるから、森かすみさんの。そう、だから、なんか、その、すごくないだって、本人、直接会ったことがある人に言われたんだよ。もう、私、本当にさ、嬉しくてさ、そう、で、その後に、マネージャーさんとお話しする機会があって、そうで、そのね、なんかそう、その時にもそういう話になったの。オール明けの先生見ました。オール明け
髪の毛伸ばしてる理由は、なんか私的に髪の長い方が私は合ってる私は髪の長い方が合ってるから、自分でも分かんない、そんなこと言わないで。そうちょっと待って、本当にさこんなこと言ったらマジでなんか立っちゃうから、そういうのがでも本当に言いたくないんだけど、でも私はなんかすっごい嬉しいの。てかなんか言わせてたじゃなくって、でもさだって違うかったら違うってよくない、あの人に似てるねみたいな、で私が森かすみさんって言ったら違う違う違うあの人みたいな感じになるじゃん普通は。でも森かすみさんみたいなこと私が言ったら、そう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 みたいな、もう本当に私は幸せ、今生きてて、生きててというか森かすみさん、森かすみさん違うの。でもメンバーにも言われるの本当に、これは本当に言われるの。そうでも本当にね、自分で言うのマジで嫌だめちゃくちゃ可愛いからね森かすみさん。てかなんかこのあのバズれ、てか今大丈夫かな、今大丈夫ですか時間、あのバズれの最終回の時にデカミちゃんさんいたじゃないですか。そのデカミちゃんさんとその終わった後に、その収録の直ちょっと前ぐらいにデカミちゃんさんと森かすみさんが共演してて、そうどうでしたかみたいな話を聞いたんですよ。したらもうめちゃくちゃ可愛かったみたいなことを言ってて、そうでもやっぱ本当に可愛いんだと思って、そうなんか綺麗よりかはもう可愛いが勝ったみたいなデカミちゃんさんも言ってて、もう会いたいと思って、ありがとう。そう好きなファッションに、そうてかなんか今森かすみさんが今もう自分の中で森かすみさんブームがすごくて、そうもうマジで可愛い、本当に可愛い、もうなんかマネージャーさんにも言いまくってる、もう本当に会いたいみたいな、本当に会いたいですみたいな、ねえやだ本当にそんな言わないで、こんばんちゃ、こんばん、いや広めなくていいです広めなくて大丈夫です、個人的には本当に本当に、これは違う、私は自分で言ってるんじゃなくて、まずまあ自分で言ってる時点でやばいんですけど、こんなねこの短期間かなんだろう言われたらさ、なんかえみたいになるくない、同じ系統の顔だね、なんかね私TikTok 見てて、森かすみさんの動画が見てて、あどもう出てきて、その森かすみさんのそのコメント、その動画のコメント欄になんか彼氏の女友達に絶対いてほしくないみたいなみたいな感じでそうよ書かれてて、そうででも私は別にそういう顔じゃないよねと思って、そうでも私はなんか確かにと思って、もう森かすみさんみたいな方がそういたら、いたらというか、ね、いたらさ友達として勝ち目ないよね、マジでマジで可愛いと思う私は。ヒータン久しぶりね、ケイトさん久しぶり、ケイト久しぶり森かすみさんのような写真集が見たいよ、まあまあ際どくないまあ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 際どくない、似てる、え今日おばあちゃんに見せたんだよね、そう森かすみさんの動画を見せて、写真かで、なんかすごい目を細めながら、そうで知らんわーって言われたおばあちゃん知ってるみたいな
この人知ってるみたいな、いやすげえ似てるとか言ってないよ、おばあちゃんこの人森かすみさんってんだけど知ってるって言って、何に出てる人って言われて、いやでも普通になんかテレビに出てるよみたいなって話して、こう写真見せたらめっちゃ目細めながら知らんわって言ってた。なんてそう、小さいらしいです、めちゃくちゃ。たけさんこんばんは、姉妹やろ、知らんけど、うん姉妹ですでもね森かすみさん姉妹、妹さんいるんですよね。そうめちゃくちゃ美人な、盛り上がってるところ申し訳ないけど真面目な話をしていい、あペンライト問題ね、それそうそうなんですよ、ちょっとマネージャーさんに言ってみます、もしかしたら戻るかも知らないけど、わかんない、もう帰れないって言ったらそうでもあれかも、でもさすがにちょっと先輩と被るのはちょっと申し訳ないんで、あのマネージャーさんに言います。そうこの前話した時に言えばよかったんだけど忘れてたんだよね。そうたださ何人かの方がさ間違えみたいな、間違えじゃないかって、運営さんにそう問い合わせのメールを送ってくださった方がいて、ごめんね私がメールで伝えなかったから。そうでも私も一応水色青で出したんですよ。そうそれ被ってるって知らなくて、そうてか被ってるって教えてくれないんだと思って、似てる芸能人教えてくれる、あれやったことないんだよね、似てる芸能人やったことある、いやないんだよね、知らんわおちゃんペンライト変えた、変えたっていうか変える予定だったんですよ。なんかなんだっけ、ピンク青なんか多くない、多くないというかピンクはもう被ってない、わかんないけど桃だけど一応桃にしてるけど、そう先輩と被ったんですよね、ナオピさんと一緒なんですよ。そうコウさんなんでやねん、運営さんね聞いてくれてたよね、デンスケさん社長お疲れ様ですお疲れ様ですね、みんなが2期の頃から教えてくれないね、え何を、ミスイラオって今ナオピさんと被ってるんですよ、変えたつもりだったんですけど、3本に、そうな、赤赤いたよ、えー、ココアさん、これ赤赤、恐れ多い、赤、なんか赤赤はココアさんっていうイメージがある、すごい。赤でもいいよね、なんか、赤っていいよね、すごい。なんか、なんだろう、ピンクよりも赤の方が王道感ない、なんか戦隊もののヒーローとかってさ赤がセンターじゃん、てかそうリーダーじゃん、そうだからなんか赤ってすごいいい色だと思う、私はいい色というかそのすごい主人公感がすごい、戦隊ものとかセンターにいるからね、確かに赤赤のイメージないやめてよそうなんです、ね、赤赤はねもう本当にココアさんって感じ、ペンライトかぶりをスタッフさんが、あそうなんだ、これは自分って言った方がいいよね、だから多分言いますね、でまたどうなったかはまたお伝えします、ファンの皆さんに、もしかしたらあの元に戻る可能性の方が高いかも、私の方が、多分変わる気がするから、ごめんね、水色青でペンライト振ってほしいというか、だから次の僕隊までには多分変わらないんだけど、そのいや分かんない、どうなんだろうね、どうすればいいんだろうね、一旦水色青見せて水色青のあれを見せて、
そう、偶然ね。赤赤ね。いずれ引いたら水を引き継ぐの存在。嬉しい。でも水色紫、分かんない。私そこまでなんか一応調べてはいたん、調べたんですよ、その先輩方の。そう、この在籍、今まだ卒業されてない、ご卒業されてない、今いる。そう、短縮って目立つと思う。確かにそれはね、確かにペンライトで出しやすいの赤そうなの。赤、でも赤のイメージなくない？私赤使いたいけど。山月さん元気もりもりして、こんばんちゃー。キビナムさん紫入れると思った。そう、なんか私なんか紫のイメージが強いんですよね。なんかなんでかわかんないけど。そう、ペンライト問題ね。でもこれはちょっとマネージャーさんに言います。赤はチームカラーかな。空いた色、空いた色みんな探す、ってかみんなと決めよっかな配信で。そう、株言ってほしかった、言ってほしかったって言ってもね、まあスタッフさんもそこまで多分、そう、なんだろう、あれここかぶってるぞなんて多分気づかないのかな一旦、うーんかな。でも多分次の僕隊はなぴさん 2.5 期生さんがいないから、一旦ちょ、変わったら、変わるまで。それか団長だけ両方消して振るとか。ねえ、嫌なんだけどそれ何それ、透明ってこと、両方消して振るってやばくない？ファンがみんなでね。瀬戸内の水色と浮かん、確かにいいね。水色ピンクで、なんかいた気がする。赤赤でリーダー目指して、リーダー紫も、うわいいね。紫ってわかるっけ、ペンライト。そう、もうすぐ会える。ねえ、ほんとに幕張楽しみ楽しみ。チェキカラーが赤なのよ。あ、そういうことね。ペンライトか、ごめん、後で見とくね。ペンライト一覧、あえて白白ってサラピさん、ココアさんがね、本当に赤は、でもなんか STU の赤っていうのはもうめちゃくちゃココアさんのイメージ。そう、赤山沖さん、沖さんの確かに紫ね。紫ってペンライトないこと、紫は開いてないのかな、岡山つながりで。確かに、どうなんだろう、ちょっとデータ化して。なぴもなぴさんもね、そう、なぴさんも私てか全然把握できてなくって、先輩方のそのペンライトを。そう、ただその調べた時に、あ、そう開いてるんだと思って、その色が幻、そう、幻の公園幻かつカオスな公園になると思います。25日、カオスって言ったらダメだね、すごいつらめなっていうか、涙する人が多めな公園だと思います。私はもう絶対に泣きたくないっていう、てかなんかそれをなんか私今賭けしてるんですよね。ヒータンが絶対に泣くか泣かないかみたいな。そうで、ほとんどの人が、あ、メンバーね、ほとんどのメンバーが絶対姫なら泣くみたいな、ヒーちゃんとかが絶対姫なら泣くからみたいな。そう、いや絶対泣かないからみたいななんかそうで、かすみんとかも、いや絶対泣くみたいな、泣かないからみたいな。沖さんの紫でいいの、逆に沖さんファンの方いいの沖さんファンの方が許してくれるのであれば、それを継ぎたいとか言ったらリア中にも許してもらえるかな。そう、ゆえさんもペンライト黒って書いたことね、覚えやすい。黒あきさんが紫2本、うーん、おお、紫2本。でも私ね、
そのあのすごいプリキュアみたいな衣装わかるかな、 STU のあの先輩方が去年の夏のツアーで着てた新衣装なんですけど、タニさんこんばんは、ナビさんね、全然では紫、うわーどうしよう迷うな、そんなん言われたら。ただ奥さんのファンの方が許してくださるかどうか。ダンスさんオレンジと青はまだ、オレンジと青、えちょっと待って、オレンジと青ね、私本当に最初の加入したての頃オレンジと青にする予定だったの。そう、ただなんかオレンジって赤と間違えないかなと思って、てかそもそもペンライトにオレンジがあるのかみたいな、そうっていう問題もあったし、 そしたらそのカスミンが紫オレンジって書いてて、えオレンジってあるんだと思って、なんか思った、その記憶がある。そうなんかその時さ、まだほら全然挨拶ぐらいの程度だからさ、なんか心の中であオレンジってあるんだと思ってオレンジってあるんだと思いながら、私でも最初は本当にオレンジと青にする予定でした。女子感じかまめずありがとうライダーさん、本当にヒーター涙見届けに行きたい。ちょっと待って、泣かないからヒータンさんはほんまにいい配信よ。どういうこと私配信さ、話が最後まで終わらないんだよね。そうあとかさ、皆さんなんかファンの方のコメントで、あそういえばさみたいな、話の途中であそういえばさみたいなね、紫白、そうなんですよ、ありがとう、ごめんね。ただ次の僕の太陽公演来られる方は、で私のペライト振ってくださる方は、ちょっと一旦水色青でお願いします。次の僕とは一旦、まあ多分変わってないと思うので、公式プロフィールがだし、ちょっとまだその時はまだ3期生だけのみだと思うんで、そこでは多分被ることがまずないと思うんで、よろしくお願いします。でも多分変わるかもしれない、変えれないって言われたらまたそれもお伝えするんですけどね。そうアズミンさんが時間大丈夫かな、間違えそうね、最後の逆に感情困る。谷さんわーかわいい、ケイカリさんプラメの気持ち、そうすごい送るか迷った、でもあれをあのメールを送るか迷ったんだけど、まあでもなんか私あの今の私にはなんか二人が決めた道を全力で応援したいっていう、なんかその綺麗な言葉が言えないから、そうまあちょっといっかなと思って、岡山魂マイケさん、あマイケさんもオレンジなんだ、オレンジ、あそうオレンジ紫、あそうなんだ、オレンジの方いらっしゃるんですね。そうブドウの紫、確かにもうおかブドウだっけ、シャインマスカット、シャインマスカットって何色あれうーん確かに、そういえばさ生女子団長、何の生女子んだ、何の生女子、あアルバムかな、絶対嘘でしょそれは、そう1回しか触れない色かもしれないから、ピンクね、確かに色に関わらずコールで勝負します、最高アキさん最高。ただ25日はマジでめちゃくちゃ大きい声でカスミンって叫んであげてください、みんな、そうもうカスミンって叫んであげてください、私の名前を叫びたい、叫ばずカスミンってひたすら叫んであげてください。確かにいっぱい受けると思ったしか本当に言うのに話題が
私の配信あるあるです。そうプラメならあれがいい。本当？まあね、紫が消えてるよ黄緑かな。あ、確かに黄緑か。黄緑ってあるっけペンライト、もう全然さペンライトが分かんなくてさ。レイカーさん、ヒーターの正直な気持ちが、そう緑、黄色、確かに。社員も水、水色？モンゲー、バナナ色ってどういうこと？黄色でしょ。黄色も多くない？こんばんは。あ、なにわの金田さん。黄ニラ色って何？男女メロン好き。そう、グリーンも被ってない？ヒッター、にゃんたらさん、こんばんは。もちろん。紫でいいんじゃねってきっと私もなんか最終さ、紫、全然、もういきなり、そう、皆さんから言われると紫で。もう紫でいいんじゃね、適当がおもろすぎて確かにもうこんなねペンライト問題なんて早く解決してしまえよって感じですよね。確かに。でも大事だよねペンライトって。確かに大事大事。DMM 見ながらかすみ、うん、してあげて。本当に春さんこんばんは。あかんさんこんばんは。伊坂さんこんばんは。黄緑あるんだ。今月の僕と行きたかったな。おいで、本当においで。まだできるよね。おエメラルドスイカブルーってのすごい。梶原さんが黄緑と。え、そうなの？みよぽん、え、そうなんだ。待って、私同期のも把握、私全然やばい。私ペンライトカラーやっぱ覚えなきゃいけないよね。みよぽん何なんだろう。そうなんだ、すごいよね。ファンの皆さんの方が全然覚えてるよね。本当に、なん、え、嬉しい、ありがとう。本当にいいの？豆ポックルが言うからな。エメラルドグリーン、ライトグリーン、あ、そうなんだ、すごい。見えやすいの、でもやっぱ見えやすいのがいいよね。こう見えやすい、分かりやすい、なんて言うんだろう。まあでも自分の色だったらすぐ分かるけどね。姉さんが蔵に連れてってびっくり紫姫田に似合う、私に合う本当に大丈夫かな。まあでもここは、このペンライトの件はマネージャーさんと要相談です。今から変えれるのか、この1年はもしかしたらもうこのままなのか、要相談です。ひーちゃんも門脇さんカラーです。え、そうなの？黄色岡山だし。新さんのスカイブルーペンライトね、そうだよね。毎回明日はやばすぎる。もうファンの人のさ考え面白いよねなんかライブがあるたんびに、明日はじゃあ赤と紫でお願いします、紫でお願いしますとか確かにそう、アイドルはピンクが可愛いよ。確かに、まあまあピンクってでも女の子みんな好きだしね。私はなんかめちゃくちゃピンクみたいなキャラではないので。20まだあるかな、まだあるのでお待ちしてます。ないことが多いからペンライトから覚えにくい。自分もそう、覚えにくいっていうか、いや、そう。煙突さんこんばんは。メモ帳に全メンバーの、え、すごい、春さん豆だね。大人ブルーかうまい大人ブルー。全然覚えられないよね。まあ確かに、メンバーのペンライトの役者勉強中です。偉い、みんな偉いよ、偉すぎる。うん、え、白なのかな、単色が覚えやすい。あ、そうなんだ。じゃあ単色、確かに。でもそうだよね、私も最初なんか桃って、だからピンク問題で結構言われたもんね。ピンク問題、どっちのピンクなんだみたいなね。相談、そうなんですよ。なんかでもね、先輩がいなくなってすぐその色を使う、なんかいなくなった先輩方の
ペンライトカラーをすぐ使うのはすごいなんか申し訳ない感があるの、申し訳ないなって思うので、そう、まあまあまあね、確かに、まあ、水色青もユミニーさんだっけな、そうユミニーさんのなんですけどね、結局は明日はレインボーモリス、いや本当に私のプロフィールのペンライト希望ペンライトカラー虹色とかにしとく、何でも何でもみたいな、振りたい色を振ってくださいとかにしとこうかな。変えれるのかな、確かにピンク短縮ユナさん、あそうなんだ、虹色に、虹色、虹色って大丈夫そう、大丈夫みんな、じゃあ一人カチカチしなきゃいけないってことみんなカチ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 するの、え、キセイさん、あ、そうなんだ、そうペンライトカラー行った本人がこっちのために衣装を見る必要がある、うん、確かに、ふくちゃんこんばんは、なんでやねん、あと5分、やばい、でもこれ今58分になったら教えてね、ハンシさんおやすみなさい、おやすみハンシさん、なんだ、でも色は限られるから遠慮してる場合じゃないまあまあまあ確かにね、遠慮してる場合じゃない、確かにそれはね、それは確かに、てかもうこっちの目が今不調なんだよね、私今もうマジで不調、私の目が急に変わってもみんな何も言わないでね意味深い意味深すぎ確かに尊敬の意味でね、あ、ユミニーさん水色短縮だったのか、ユミニーさんは自分がお会いしたのにやつからなんか青が入ってる謎、え、すごい何その共通点、じゃあそろそろあとしか言わないです、ちょっと、あ、もうやめて、あれヒートン目が、いやてかまだ変わんないけどね変わんないけどね、ということで壇上を読みたいと思います、13位南光さん、12位ヒラリンハットさん、11位さやまっちょさんありがとうございます、10位がタキシーさん、9位がシンシンさんありがとうございます、8位がダースーさん、7位がわらびもちさんありがとうございます、6位が豊中のひろさん、5位があわおさんありがとうございます、4位がクラッシーさんありがとうございます、3位がホッシーありがとう、2位がイナくんありがとう、1位がライダーさんありがとう、ライダーさんありがとう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 、どんな目も好きだよそう、目めっちゃ今ね違うの、なんかね変なところに線がついちゃって、グーさんおやすみ、シンシンさん楽しかったです、また、ありがとう、初見さんなんだありがとう、また来てください、ありがとうございます、いつでも待ってます、お兄ちゃん配信ありがとう、こちらこそ見てくれてありがとう、クラッシーさんもありがとう、またね、おやすみみんな、おやすみなさい、おやすみなさいみんな、元気に行こうぜ行こうぜ、お大事にお大事に、たけしお疲れ様、皆様ありがとうございました、バイバーイ。バイバーイ。